蒸気機関車の先台車先輪は、蒸気機関車において動輪より前にある動力のない、車輪である。通常、先輪の車軸は台車に配置されている。この台車のことを先台車という。先輪は、機関車がカーブを通り抜ける助けをし、またボイラーの全部、あるいはキャブフォワードの場合には運転室を支える、働きをする。重要な点として、先台車は、垂直な軸に沿って、 単純に回転するだけの動きをするわけではなく、わずかながら横方向の動きも許容しなければならない。そうでなければ、機関車はカーブに正確に沿って走ることができない。この動きを制御し、中心に戻ろうとする復元力を与えるために、通常スプリングなどを用いた機構が組み込まれている。この種のスライドする台車は1865年に、 イギリスのウィリアム・アダムスによって特許が取得された。先、和を初めて使ったと一般に考えられているのは、アメリカ合衆国のジョン・ジャービスで、1832年に2軸の先輪と1軸の同輪を備えた機関車の設計に採用した。この車軸配置は、ジャービスと呼ばれている。ホワイト式表記法によれば、この機関車は4から2から0と表され、4輪の 先輪と二輪の同輪を備え、重輪を備えていないということである。UIC 式表記法では、車輪の数ではなく車軸の数を数え、また、同軸の数を数えるために記号を用い、ジャービス式は 2A となる。先代車を備えていない機関車は、一般的に高速用には不適とみなされている。イギリスの鉄道検査官は、グレートウェスタン鉄道のダブルボイス駅で起きた2両の、 車輪配置0から4から4の機関車による事故を受けて、この慣令を1895年に宣告した。しかしながら、他の技術者はこの慣令に反発し、ロンドンブライトン,アウンドサウスコースト鉄道の有名な、車輪配置0から4から2のグラッドストンクラス、旅客急行用機関車は、1933年まで特に問題なく運行を続けていた。先はが一軸の場合でも、 いくらか安定性を向上するが、二軸の先代車は高速運行にはほとんど必須である。一両の機関車に備えられた最大の先輪の数は6輪で、車輪配置6から2から0のクランプトン機関車や、車輪配置6から4から4から6のペンシルバニア鉄道 S1 型デュープレックス機関車や、車輪配置6から8から6の S2 型、蒸気タービン機関車などがある。 三軸の先台車はあまり一般的ではない。クランプトン機関車は1840年代の製造であるが、その後ペンシルバニア鉄道が S1 型に採用するまで使用例がなかった。ありがとうございます。